やつの後をつけてきたのだ。その二人といってもやつは倒せん。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが言ってどういう数の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。貴様と組み、やつとやつの仲間二人とやらを片付けたら、もちろんその後は貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。勝手にしろ。悟空、無茶をするな。わしらもやれるだけやってみよう。三人一緒に戦えばなんとか。クリリン、ダメなんだ。線路には同じ願いは二度と頼めねえんだって。それはそうじゃが、悟空があの者に負けてしまえばどっちみちみんな殺されるじゃろ。そうだよ。だから俺たちにも協力させてくれ、悟空。クリリン、じっちゃん、すまねえ。よし、こっちから行こう。ブルマ、ドラゴンレーダー持ってっか。そうか、ゴハン君の帽子のてっぺん、ドラゴンボールだったわね。よし、行くぞ。兄ちゃん、待てよ、悟空。ブルマ、わしらも行くんじゃ。カカロット、貴様もう少し頭が切れると思っていたのだがな。身の程知らずとはこのことだ。勝負っちゅうはただ強きゃいいってもんじゃねえさ。聞いた風なことを抜かしやがって。カカロットよ、貴様を仲間にするのはもうやめにしたぞ。ただの足手まといになりそうなんでな。我が一族の恥だ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。サイヤ人の恐ろしさを今頃知ってももう遅いぞ。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。そらプレゼントしてる。俺の力を拒むものだから、どれほどの戦いをするのかと見に来れば。見苦しい戦いをするな、孫悟空。ピッコロ、後ろだ。後ろだ。後ろだ。こっちだ。ドラの本気見せやる。
孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか。すまねえな。ちっ、手を抜きやがって。俺は真面目に修行して新開発したってのによ。ちっ、お前も新技を開発してるってのかよ。ようやくお前らとの差が少し…当たってくれ。バカめ、この程度の攻撃なんぞ。万国びっくりした。何？じっちゃん。今じゃピッコロ。いや。魔漢高殺法。この俺がこんな雑魚どもおめにご飯を預ける。悟空、本気か。あん時はほらピッコロと組むことを断っちまったけんど、ピッコロ助けに来てくれた。今度はおらが信じる番だ。確かにピッコロが来なきゃ俺たちは死んでたかもしれないし、倒す敵も一緒ではあるけど。ご飯、おめはどう思う。ほら、生まれ変わったピッコロはむちゃくちゃ悪いやつじゃねえって思うけんど。僕はもっと強くなりたい。ピッコロさんと修行してみます。覚悟ができているのなら早速修行に向かうぞ。頼んだぞピッコロ。みんなかなりの力つけたみてえだな。いつまでもお前の後を追ってばかりだと思うなよ。俺の新技の完成度もようやく上がってきたし、見たらきっと驚くぞ。それぞれ磨いてきた技を試す最後の場となるだろう。実戦のつもりで臨むことだな。それでどうするの。クリリン、オラとやんねえか。はあ、いいぞ。俺も新技を試すなら遠慮なく試せる相手がいいからな。楽しみだな。
勝てなかったか。どんどん差が離れていくように思えるぜ。まずはカカロットが相手か。弱虫ラディッツに勝ったからっていい気になるんじゃねえぞ。こっちだ。ナッパ様に勝てるわけねえだろ。こっちだ。ありゃ。太陽剣。さっさと出てきて。許してやる。ベジータ助けてくれ。動けないサイヤ人など必要ない。なんで仲間を殺したんだ。下級戦士一人すら始末できんやつなど俺の部下には必要ない。ほら、どうにもおめえのことが気に食わねえみてえだ。どうやら貴様もサイヤ人失格のようだな。ほう、貴様ナメック星人。ナメック星人は魔法使いのようなことができるやつもいると聞いたことがある。そうだ、ドラゴンボールとかいうのを作ったのもさては貴様だな。さあどうだろうね。ガリックホーふざけんなのカカロットがサイヤ人の王子である俺に傷を。
宇宙の君になれ。どうだカカロット、これで貴様はもう終わりだ。どうなってるんだ、オザル、オザル化け物。ご飯の時でさら手こずったというのに、よりにもよってこいつが大猿になるとは。今なら分かった、じいちゃん、目つぶして殺したもん。妖怪人に現れたバケモン中人だ。これオラだったんだな。いいことを教えてやろうか。大猿になったサイヤ人は戦闘力が人間の時の10倍にもなるのだ。まさかここまで強くなるとはよ。諦めるな悟空、俺たちだって怖いけどここまで来たんだ。クリリ、俺だけじゃない、ヤムチャさんやチャオズ、ご飯も近くに来てるんだ。どういうことだクリリ、なぜチャオズたちまで。一か八かだけど試したいことがあるんだ。まずは奴の隙を作り出す。今だ、俺たち3人で奴に太陽拳を当てるんだ。太陽拳、奴にありったけの木をぶつけてやれ。くそったれ。逃がさない。やチャオズの金縛りが効くくらいに弱っている。倒せるチャンスは今しかねえ。俺たちの力で奴をやっつけたんだ。もうオラにゃほとんど力残ってねえや。この程度のことでだらしがない奴だ。サイヤ人が。大丈夫だご飯、あいつはもう。とんでもねえ奴だったけど墓ぐらい作ってやるかな。貴様らの墓ナメック星人、まだそんなことをする力が。今だピッコロ、魔漢光殺法。
クリリン、すまねえが、そいつを言い返してやってくれ。頼む、ほらの、たった一度だけのわがままだ。悟空はドラゴンボールで生き返る。そして今度は絶対にお前に勝つんだ。ジータ、まさかこんなすぐに来るとは思わなかったぞ。カカロット、貴様が生き返っているということはドラゴンボールの力はどうやら本物らしいな。いいか貴様ら、今すぐドラゴンボールで俺を不老不死にしろ。いいか、よく聞けよ。そのドラゴンボールとやらをこの宇宙を支配しているフリーザが狙っている。貴様らごときではフリーザに抵抗することすらできん。それほどにフリーザの力は強大だ。だが俺が不老不死になればフリーザにも勝てる。貴様らは黙って俺にドラゴンボールを差し出せばいい。ふざけるな。悟空を殺したお前にドラゴンボールを使わせるわけがないじゃないか。それにベジータや悟空よりも強い奴がいるなんて信じられないな。ジータ、どちらにしてもドラゴンボールをおめえに渡すわけにはいかねえ。地球はオーラたちの手で守る。ふん、なら力ずくで奪うまでだ。みんな、ここはオーラ一人に任せてくれねえか。ああ、わかった。頼むぞ、悟空。引っかかったな。うわっ、まだまだ。この目よりもさらに強くなってやがんな。来た。当然だ。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力をどんどんと高めることができる。貴様らと戦っていた時の俺だと思うな。だがそれはオラも同じだ。おめえだけじゃなく俺も強くなってんぞ。小酒、条件が同じならサイヤ人の王子であるこの俺の方が強くなっているに決まっている。どうなってやがる、このカカロットの強さ。ここまで俺との差が縮まっているとは。カカロット、
貴様俺と共闘しフリーザを倒さないか。共闘？フリーザが地球に来るまでにはおそらくまだ時間がある。その間に俺たち二人で修行すればフリーザを倒せるかもしれん。待て、フリーザというやつが地球を狙っているならなぜお前が先に地球についているんだ。フリーザは大型の宇宙船を使っていて遅れている。俺は奴らが使えないルートで地球へ来ただけだ。それが本当なんて証拠どこにも。みんな、ベジータは多分本当のことを言っている。ベジータはサイヤ人の誇りってやつを持っている。自分よりも強い奴がいるなんて嘘を言えるはずがねえ。そんな嘘をつくくらいなら力ずくで奪うことにこだわるはずだ。じゃあ本当に悟空やベジータよりも強いやつが地球を狙って。どうやら本当に手を組むしかないみたいだな。さあ、次はドイツが相手だ。キュイを倒したぐらいで調子に乗るんじゃねえぞ、ベジータ。ようやく出てきたか、ドドリアさんにザーボンさんよ。愚かなやつだ、ベジータ。地球人と手を組んだところでフリーザ様にかなうと思ったのか。当たり前だ、地球人を当てになどしていない。待てよ、そういえば地球に逃れたサイヤ人の生き残りがいたとフリーザ様が気にされていたな。オラがその地球育ちのサイヤ人らしいぜ。まさかベジータと徒党を組むとは。サイヤ人ごときが我々に勝てると思ったのか。ベジータと一緒に殺してやるぜ。私も加勢しよう。なぜサイヤ人がここまでの力を。一旦フリーザ様に報告せねば。そうはさせるか。
まずはお前からか。おいグリだ、分かってると思うが殺していいのは一人までだからね。ああ分かってるよな。今のうちなら痛い目に遭わねえで済む。消えた方がいいぞ。なに？よかったなグルド、心配してもらえてよ。ちぃ、サイヤ人ごときが舐めやがって。ギニュー特戦隊の恐ろしさ教えてやるぞ。貴様らに教えてやろう、真の恐怖というもの。我々こそが銀河中から集められたフリーザ軍のエリート。リフェーム、バータ、ージェイス、グルダ、ギニュー、みんな揃ってギニュー特戦隊。さあ一気に肩をつけてくれる。
うちうちのスピードである。この俺が、お前が宇宙一ってことは、これで悟空が宇宙一ってわけだな。何だったの。おい、こんなカスにどれだけ時間をかけるつもりだ。おい、俺も出るぞ。もう少しずつでいい。電気を開けてくれ。来た。私が出る。ギニュー隊長、ようやく一番強いやつが出てきた。もう少しずつでいい。電気を開けてくれ。来た。早速試させてもらおうかな、ベジータの力を。ベジータ、いきなり何するんだよ。ギニューさん、地球人よりもまずはそこのサイヤ人から片付けてしまいなさい。わかりました。ギニューさんだと。なんだ、ベジータのやつが裏切ったのか。わかんねえけど、今とにかくやるしかねえ。ドラゴンボールの創作はどうなったんです。来た。それがフリーザ様。乗れ、ベジータの体を使っても勝つことができんとは。
前の体をもらう。チェンジ。どいてろカカロット。ようやくチェンジを使いやがったな。おのれベジータ貴様、こうなれば多少は戦闘力が落ちようとも。チェンジ。止まれ。ギニューの動きが一瞬止まった。今の術は超絶。この私と一対一で戦う？おほほほほ、初めてですよ。ここまで思い上がったおバカさんは。いいことを教えておいてやるカカロット。フリーザは変身ができる種族だ。ほう、よくそのことを知ってましたね。どうしてわかったのでしょうか？ギニューの野郎が口を滑らせやがったんだ。変身ってあの大猿みたいにか？あんな醜い変身とは一緒にしないでください。私はパワーがありすぎるために抑えているだけですよ。ならさっさとその変身を見せた方がいいぞ。全力を出す前にやられちゃ悔やみきれねえだろう。ここまで私をバカにするとは。いいだろう、そこまで死にたいのなら見せてやる。驚きなさいよ。こうなってしまったら前ほど優しくはないよ。すげえ気だ、一気に倍近くまで膨れやがったじゃん。気をつけろよ、こうなってしまったら前ほど優しくはないぞ。トラの本気見せてやる。ほんの少しずつでいい。電気を開けてくれ。来た。こんなもの。少し時間をかけすぎた。ジータ。どうしました？二人でかかってきても私は構わないんですよ。カカロット、さすがの貴様も勝算もなくフリーザと戦ってるわけじゃないはずだ。元気玉って技ならフリーザも勝てると思ってる。でも元気玉を打つには時間がかかりすぎてどうにも打てそうにねえんだ。
ならどうするつもりなんだ。他の仲間を戦わせることはできない。オラが一人で奴の隙を作るしかねえ。バカな、なぜまだ戦うんだ。俺よりも弱いお前がフリーザに勝てるわけがない。下級戦士であるお前がなぜフリーザに立ち向かえるんだ。ちょっと痛いですよ。こっちこっち。ちょっと痛いですよ。オラに元気を分けてくれ。いい加減、この戦いにも飽きてきましたね。そろそろ終わらせましょうか。大サービスでご覧に入れましょう。私の最後の変身、私の真の姿をご覧に入れましょう。地獄以上の恐怖をお待たせしました。地獄以上の恐怖をお見せしてあげますよ。何をしているバカめ。最後の先祖を食い上がれ。なんとベジータ、きっとおめえもさっさと食わないのならその先祖を消し炭にしてやるぞ。すまねえベジータ。頭に食う野郎だ。貴様の方がダメージを負ってるくせにこの俺に気を使いやがって。そうだ、貴様は最初からサイヤ人らしくないやつだった。仲間を守るために強さを発揮する、そんなサイヤ人など俺は聞いたことがない。ジータならば俺が貴様に見せてやる、本物のサイヤ人の力をな。さっきからちょっと邪魔ですよベジータさん。ベジータ、つまり時間がかかっちまうのか。元気玉の大弱点だ。あのフリーザがいてちゃベジータがもたれ。悟空よ、私たちの手も持っていってくれ。神様、この木を。今の俺たちにはこれぐらいしかできないけどよ。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。安心するといい。貴様を殺した後一人残らずこの俺様が地獄を見せてやる。ちくしょう。魔漢光を殺法。ゴアン、ピッコロ、なんでここに。あのガキ。それにナメック星人は何だ。どこから現れやがった。ナメック星人、そうか、奴らが。よくもこのフリーザ様をコケにしてくれたな。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。よし、来たぞ。やれ、ゴクー。Yeah!
勘違いするなよカカロット。俺は貴様らの仲間になったつもりはない。貴様はいずれこの俺が倒すということを忘れるな。せっかく祝勝会に誘ってやろうと思ったのによ。まあまあ、パーティーが始まったらそのうちひょっこり来るかもしれないしさ。今度ベジータが姿を見せるのはオラたちと本気で戦いに来るとき。かもしれねえな。脅かすなよ悟空。ひとまず今はフリーザたちを倒せたことを喜ぼう。ベジータのやつも今すぐリベンジに来るわけじゃないだろうしな。あ、なんだかおらすげえ腹が減っちまったぞ。悟空たちの戦いによってフリーザは倒され、地球に銀河に平和が訪れた。しかし悟空の戦いは終わらない。まだ見ぬ強者が、世界の危機がある限り、悟空の戦いは仲間と共にまだまだ続いていく。